お元気ですか？ヨゼフです。英検、準2級と2級対策、単語、熟語の研究です。では、始まり。単語、熟語の研究、第42回。括弧1の単語、リザーベーションですね。列車、ホテル、劇場の座席などの予約指定。I have reservation at the hotel Princeton. Princeton ホテルに部屋を予約しています。Have a reservation. または I have a room reserved at the hotel Princeton.次、I'd like to make a reservation for 5:50 on Saturday. 土曜日の50便を予約したいのですが、make a reservation で予約するですね。ところで、日本語で同じ予約という言葉がですね、別の場所では appointment という英語の単語を使わなければいけないんです。appointment というのは面会の約束のことで、医師とか美容師などの予約です。ホテルの宿泊、レストランの食事などの予約はリザーベーションであるというふうに、辞書にもちゃんと書いてあります。Could I make an appointment for next month? 病院などで来月の予約ができますか？はい、続いての単語、available ですね。入手できる、購入できる、利用できる、英検では利用できるでした。The motel had no available rooms, または The motel had no rooms available. で、これ、高知就職と言いまして、rooms という名詞の後に available という形容詞が後ろからくっついて就職するんです。で、そのモーテルには空き部屋はなかった。高知就職についてはですね、中学レベルでも一応習うのですが、ちゃんと分かってない人多いと思うんで、まあ、とりあえず、アベイラブルは後ろからでも前を就職できるというふうに特別に覚えておくのがいいと思います。その次はですね、別に難しいことではないのですが、最初ちゃんと勉強してない人がいるみたいで、カップというのはですね、コーヒー、紅茶用の茶碗カップで、通例取ってがあり、次、温かい飲み物を入れるんです。Would you like another cup of coffee? コーヒーをもう一杯いかがですか？このコーヒーは当然、ホットコーヒー、温かいコーヒーをですね、もう一杯いかがですかって言ってるんです。カップに入れた段階で、温かい飲み物なんです。中学1年生レベルですけどね。ついでにですね、4のところでグラスも調べてみました。グラスとかコップで、通例取っ手がなくて冷たい液体を入れて飲む。だから、グラスオブなんとかという表現がありますが、当然冷たい飲み物ですよ。Dick drank a glass of beer and then as much water. Dick は一杯のビールを飲んで、そして同量の水を飲みました。あ、これをするとですね、悪酔いしないからとてもいいのですが、グラスオブビアっていう段階で、ビールは冷えている冷たい飲み物なんですね。これは、カップオブビアって言ったらとっても変ですよ。ビールをわざわざ温めて飲んでるような感じがしてしまいます。さて5番、クックですね。これはコックさん、料理人、シェフとか、あと料理をする人という職業的な人にも使うのですが、英語の問題でよく出るのは、形容詞を伴って料理が何々の人、で、職業人とは限らない。My dad is a really good cook. 私のお父さんは料理がとても上手です。英検では、Linda is an excellent cook. リンダは料理がとても上手です。A good cook で覚えていると思うんですが、英検では、an excellent cook で出ておりました。はい、料理つながりでもう少し、料理関係の単語を確認しますと、6番、ディッシュ。もちろんお皿のことでもありますが、皿に盛った料理って意味なんですね。I can cook French dishes very well. 私はフランス料理を作るのがとても上手だ。あと、メインディッシュという言葉もありますよね。その場合も料理のことです。7番のクックは先ほど料理人と言いましたけども、どうしても使います。他動詞で、人が食べ物を火、熱で料理する。で、辞書の説明によりますと、煮る、炊く、焼く、揚げるなどを含む、ただし、刺身やサラダなどの加熱しない料理では、クック使わないで他の動詞使いますっていう説明がありました。最後ですね、クッカーという単語があるんですが、ER がつけばですね、その何か動作をする人というふうに中学生に教えるのですが、ここでは人ではなくて、加熱用調理器具で、鍋とか釜のことです。で、最後に料理人はクック。クッカーというと、調理器具ということになっております。単語、熟語の研究、第43回。さて、1番の単語はですね、発音注意と書いてありまして、何が発音注意かと言いますと、アクセントの位置なんですね。シェパードですね。日本語ではシェパードっていう犬の種類、犬種の名前として広く一般的になっておりますが、英語の単語としてはシェパード。辞書で確認しますと、犬の種類の場合も使えるんですが、英検で出ていたのは羊飼いという人のことですね。ところでですね、ESS がつきますと、実は一般的に女性名詞になりまして、シェパーです。ちょっと古臭い語なんですが、女の羊飼い。まあ、ESS 関連で、ウェイトレス、まあ、接客係、ウェイトレス、アクトレス、女優ですね。まあ、シェパードに対してシェパーですというのに私はちょっとくっつけて覚えてしまっているので、よければシェパーです、ウェイトレス、アクトレスという女性系のこともちょっとこの際考えてください。ところで羊飼いといえば羊を、世話をするような人の話なんですが、2番、シープ。その羊ですが、複数形もシープっていうんですね。これ、単複同形と言います。A shepherd watches over a flock of sheep という例文が辞書に載っていました。羊飼いは羊の群れを見張るですね。3番、ウルフ。この複数形がウルズズですね。狼のことなんですが、F または FE で終わる名詞の複数形が VES という一般的な規則があります。ウルフ、ウルブズ。同じような複数形の作り方で、リーフ、リーブズ、木の葉のこと、葉っぱのことですね。ナイフ、ナイブズ、包丁なんかのことです。ワイフ、ワイブズ、妻とか奥さんのことですよね。さて4番、traditionally、しばしば文集色で伝統的に、
まあ、文章色のちょっと説明してる余裕はないのですが、トラディショナルです。5番ちょっと難しかったんですが、エクスペリエンスという、もちろんエクスペリエンスという動詞の、過去形より過去分詞形、規則変化動詞なんですが、形容詞化してまして、経験を積んだとか、経験豊かなベテランのという、過去分詞の形容詞用法といえばそうなんですが、まあもう形容詞として考えてください。英検では、an experienced shepherd、経験豊かな羊飼いという形で出ておりました。6番、graduate。これも graduate form でぜひ覚えていただきたいのですが、人が大学などを卒業するですね。What college did you graduate from? あなたはどこの大学を卒業したのですか？実際の英語では、What college did you go to? のように聞くことが多い。でもまあ、英語のテスト対策としてはですね、graduate form がおすすめです。7番、tradition。伝統のことですね。4番が副詞形で、traditional だったら形容詞形で、これ書いてませんけどね。元の名詞は tradition でした。英検ではちょっとややこしい形で出てまして、keep all traditions alive。これ SVOC 第5文型の形で出てるんですが、古い伝統を生き続けさせる。変な日本訳なんですが、まあ、直訳したらそういう形で出ておりました。さて、8番ですね。これ混乱しやすい単語なんですが、used to、で、助動詞の人って出てますが、動作動詞が後ろに続きました。used to の to は不定詞なんですが、used to 動詞の原型が来るんですが、動作動詞が続くと過去の習慣を表して、以前はよく何々したものだ。で、状態動詞が続くと過去の状態を表しまして、かつては何々だった。I used to go fishing every Sunday。日曜日にはいつも釣りに行ったものだ。で、これはっきり書いてないんですが、今は行きませんというふうな意味が含まれております。だから、以前はっていう話なんですね。I don't smoke now, but I used to. これははっきり書いてますけどね、英語の中で。今はタバコを吸わないが、以前はよく吸っていた。I used to like vegetables. 昔は野菜が好物だった。今は好きじゃないんですかね。ところで、その used to とですね、もう一つとてもよく似ている be used to または get used to というのがあるんですが、こちらの to というのは単なる前置詞なので、後ろに目的語がきます。名詞または同名詞。まあ、同名詞の形がテストで多いんですが、だから be used to ing 系同名詞で何々することに慣れているとかね、get used to 同名詞で何々することになれると。この2つ、先の8番の used to と be used to をですね、はっきり区別して覚えておかなければいけません。最後ちょっと例文書いておきましたが、I'm not used to getting up early in the morning. 私は朝早く起きることに慣れていません。ぜひこれを全部まとめて覚えてくださいね。 used to で以前はよくしたものだ、かつては何々だった。 be used to で何々することに慣れているです。さて最後ですね、ちょっともう簡単な単語をちゃちゃちゃっといきたいんですが、9番ガーデニング、まあガーデニングでいいと思います。 do the gardening で庭いじりをする。10番ですね、親戚の話なんですが、 nephew、 これ多いですね、兄弟姉妹の息子で、姪のことは niece って言います。兄弟姉妹の娘なんですが、その niece っていう言葉はですね、全く別の地名としてニースとなりまして、フランス東南東部の町、ヒカンチって書いてあるんですよね。フランスの地名でもニースがあって、名のこともニースって言うんですね。耳から聞いたら全く一緒です。11番シード、果物の種、サンファーバーシードでひまわりの種。12番ですね、スプレッド、これは単なる動詞で種なんかをまくって意味なんですが、不規則変化動詞でスプレッドスプレッドスプレッドなんですね。で、英検でどんな形で出ていたかと言いますと、 be spread という受動態で種がまかれるという表現が出ていました。スプレッドよく知ってないと be spread の意味は不明になってしまいます。単語熟語の研究第44回。さて、カッコ1は熟語でピックアップですね。人を車で迎えに行く、または迎えに来るですね。I'll pick you up at the hotel。 ホテルまで車で迎えに行ってあげよう。 refrigerator 冷蔵庫、フリッジっていうのもあります。両方同じように使っていると思いますが、リフリジャレーターの短縮形がフリッジってなんかわけわかりませんけどね。keep your fish in the refrigerator で何々を冷蔵庫に入れておく。まあ、英検もですね、そのような表現でした。3番、ペア。ペアと2つ、ペアっての2つ1組のことなんです。靴、手袋など2つからなるものの1つとか1組。で、a pair of shoes だったら靴1足ではっきりと書いてあるんですが、英検では a special pair で、特別な靴という意味で使われています。もちろんその前の行にですね、シューズという単語出てますので気がつくはずなんですが、アスペシャルペアで実際には特別な靴というふうに、考えていかなければいけないということですから、アペアブシューズを覚えておけば大丈夫ですけど。さて、4番プット、他動詞なんですが、意味とってもたくさんありますよね。で、そこに3行ほど書いておきましたけれども、場所を荒らす副詞副詞を伴って何か物をどこそこに置いたり乗せたり入れたり出したりとか、いろんな意味があるんです。で、英検でどんな形で出ていたか、それは be put there by humans で、これ主語は金魚なんですが、金魚が人間によってそこに捨てられるという意味で出てきておりました。 be put there でそこに捨てられるっていう日本語を思いつく人いないと思うんですけどね。もうかなり無理やりな表現ですが、まあ、プット自体が広くね、いろんな場所で使えますので、その度ごとに日本語訳を考えなければいけないという意味です。さて、5番はストップなんですが、ストップってね、他動詞で止めるって意味なんですが、ストップ from ing 系で、人、ことなどが目的語である人などが何々するのを止める、または妨げるです。
She stopped the child from playing with matches で、彼女は子供がマッチで遊ぶのをやめさせた。この stop from という形を言いますと、もう一つ別のですね、prevent from というのを私は思い出してしまいまして、prevent 目的 from は GK で、目的を何々するのを妨げる、妨害するって言うんですけれどもね、stop from でも同じような意味があるんだっていうふうに覚えておけば大丈夫だと思います。はい、6番、at least って決まり文句で、少なくともですね、least 自体は little less least、little の最上級です。It will cost at least $50. それは少なくとも50ドルはするでしょう。It will take you at least 20 minutes to get there. そこに行くのに少なくとも20分はかかるでしょう。はい。ならば、firefighter、もう消防士の話が一見出てまして、この単語を知ってるだけで、あ、何のこと言ってるのかってわかりやすいので、この際、firefighter 覚えて損はないと思います。で、当然、消防士のお話なので、消火活動をなさるわけですが、8番が put out、電灯、火などを消す、extinguish より砕けた語ということで、ちなみに消火器のことを extinguisher って言うんですよね。で、その例文調べても、firefighters were able to put out the fire in an hour。消防士たちは1時間で火事を消し止めることができました。電灯を消すっていうとね、スイッチで消すんですが、火を消すっていうのもなんかガスの火を消すっていう時のプットアウト使いそうなんですが、火事を消す時にも使うんですね。まあ、プットアウト自体は広い意味で消すという意味ですよね。はい、9番、once。once は一度とかかつてというのもあるんですが、接続してその用法がありまして、一旦何々するとです。once you begin、または once you have begun、you must continue。一旦始めたらやめてはいけません。で、辞書の説明にですね、通例once の中の説は、once 説は、現在形、現在完了形、過去完了形が可能で、過去形は不可って書いてあるんです。過去形不可って書いてあるのにかかわらず、英検の中ではですね、過去形が用いられています。once a fire started で、一旦火事が発生すると、まあ、通例ということですので、過去形使っちゃっていいんですよね。10番、バケって、バケツとかの意味ですね。英検では、they passed buckets water なんとかで、バケツリレーの説明がありました。まあ、1700年代のアメリカのお話なので、火事になった時にですね、人がたくさん出てきて、バケツリレーをしていたというようなお話です。皆さん、バケツリレーはご存知でしょうか？単語、熟語の研究第45回。最初の単語、lately ですね。これちょっと勘違いがあると思うんですね。どんな勘違いかと言いますと、late という単語があって、それに ly がついたから lately と思っている人いるんですが、レイトというのは形容詞と副詞の両方があるんですね。で、ここで使われているレイトリーというのは、まあ、語源的には一緒なのかもしれませんけれども、意味は全く違うんです。で、レイトリーの意味は最近とか近頃って意味ですね。通例、現在完了形と共に用いる。She has not been looking well lately. 彼女は近頃顔色が優れない。Look well っていうと元気そうに見える。なんです。そうじゃなくて現在完了進行形で、まあ、顔色が優れない。で、先ほど言ったレイトなんですが、形容詞のレイトは遅れるとかですね、遅れて be late for なんかですが、同じ全く同じ形のレイトで副詞もありまして、それは予定より遅くとか遅れて、例えば I woke up late and had to skip breakfast。 私は寝坊したので遅く起きたので朝食を抜かなければならなかった。 late は遅く、 lately は最近近頃です。過去に worry、 これは多動詞なんですが、 be worried about で覚えとけば十分だと思います。何々のことで心配している、悩んでいる。辞書にも悩み苦しんでいる状態は受動態で表す場合が多いということで、 be worried about を覚えます。で、例文、 I'm very worried about your health。 私はあなたの健康のことがとても気がかりです。健康のことでとても心配していますってことですね。はい、カッコ3はですね、まあ、構文と言いますか、must have プラス過去分して、あの時何々したに違いない、何々であったに違いないです。英検では、you must have been very tired。 あなたはとても疲れたに違いない。で、疲れた原因として、庭の手入れが話題になっています。さて、カッコ4はですね、by という前置詞で、手段方法で、何々によって何々で、pay by credit card、クレジットカードで支払う。その次ですね、辞書には、現金で支払うという場合は、pay in cash で、by は使わないと、こう書いてあるんですが、英検の過去問を見ますと、なぜか pay by cash という表現で、現金で支払うという意味でした。どうなんでしょうね、もう私が使ってる辞書は古くなってるんでしょうか。さて、5番アブロード、これは副詞なんですね。もう一度で外国に、外国 A 外国で、海外に、海外 A 海外で、で、 go abroad だけで外国 A 行くです。 go to abroad は誤りである。 abroad は副詞なので to という前置詞の後についたらおかしいでしょうっていうことです。ところで英検では study abroad という表現で、まあ、直訳したら外国で勉強するなんですが、これは留学するという意味で使われております。さて、その次のカッコ6、これ難しいんですよね。関係代名詞の非制限用法の中でもコンマ不一致といってちょっと難しい用法なんです。で、句、節、文またはその内容を先行詞として、そしてそのことはコンマ不一致というふうにですね、勉強する場合多いんです。で、普通関係代名詞の先行詞と言いますと究極的な一つの単語ですよね。でもこの場合は句、節、文全体を先行詞として受けることができる。例文で見たら分かりますが、 I tried to break the door open, which I found impossible. 私はドアを壊して開けようとした。しかし、それは不可能であると分かった。
とか、He changed his mind, which made me very angry. 彼は心変わりした。そしてそのことで、私はとても腹が立ったです。こんな which、しかしとか、そしてっていうふうに自分で勝手に接続詞を補いつつ、そのこととか、それとかっていうふうに、it のような、ね、言葉を補って訳せばぴったりになると思います。さて、僕の続きなんですけど、英検の過去問にどのような形でコンマフィッチが出ていたのかと言いますと、コンマフィッチ made it easier for him to talk to people で、そしてそのことで彼は人と話すのが簡単になったっていうような内容で出ておりました。あ、これそのまま引っ張ってきたんですね。ついでならば、effort、これ努力とか骨折りとか労力って意味なんですが、このEffort を含む英文を確認してみると、英検の中ね。Leather needs to be cleaned regularly, which is expensive and takes a lot of effort.革は定期的にきれいにする必要がある。そしてそのことは費用がかかり多くの労力を要するということで、連続してですね、関係代名詞の非制限用法が出ておりました。しかもちょっとレベルの高い句節文またはその内容を先行詞とする用法です。ただしこの用法について詳しく知らなくても問題は解けます。で、文法について詳しく知っていれば問題ありませんが、知らなくてもそこで使われている単語を全部知っていたら、まあ、関係代名詞の非制限用法の中でも特殊なコンマ不一致というような文法的な知識なくても解けるのは解けるんです。でもこの際ちょっとそのコンマ不一致について勉強しても罰は当たらないと思います。いかがです？さて、英検準2級2級対策単語軸の研究はここで一旦終了です。この後英検2級に特化して単語軸の研究をする予定です。こうご期待。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。